けどまあ最後もう今思ってるのはですね、もう教員の意識か、もう先生方の意識です。ね、まあそれはこれ言われる通りなんですけども、講義っていうのは教員と学生という閉じた空間でやってたんだと、ね、でそれでなんでその教育形態がいけないんだと、それなんでオープンしなきゃいけないのっていう話になる。で、確かにその通りで今それで OK なのかもしれないし、それでいいのかもしれませんが、多分ですね、そういう先生に私が一番言うのは、先生それは昔は損でよかったんですが、今は学生が変わってきてんじゃないですかと。学生はもうずっとコンピューター、物心ついた時からコンピューター使ってやってるわけでして、コンピューターを使わない授業の方が学生にとってはすごく違和感があるんじゃないですか、まあ、そういうふうに、まあ、人が変わってきてる、先生としてはこれでいいと思ってるのに、多分受講者の要求が変わってきてるっていうような言い方をした方がいいのか、まあそういうふうにしなきゃいけないじゃないですかと言ってるんですけど、まあ決して納得していただけなくてですね、もうそうなると教材提供しませんという話になって、それで終わってしまうということになりますが、まあ基本的にはですね、そういうふうなお話をさせていただかなきゃしゃあないで、実はこういう閉じた空間だから、その著作権の例外という恩恵が受けられてるんだと。だからオープンしたらその著作権の問題いっぱい出てくるじゃないですか、なんでそんなことしてまでオープンするんですかっていう話は、まあ大きな抵抗というか大きな反論の理由だと思います。で、まあ、MIT さんはこれをですね、やはり社会応援団としてですね、やはり人類のというか世界的な意味で人類の共通の知的財産だとかいうような、こういう発想もすごいですね、そういうことを言ってですね、外からこう社会的圧力として教員の方を口説こうというような話が、我々からするとうまいことやっておられるような。ただまあ日本の場合は世界のって言ってももう一つピンとこないところがありましてですね、やはり私なんかもアメリカ人と喋ってますと、本当にこの人世界のこと考えてるなっていう人がかなりたくさんいるんですけど、日本人の中であまり日本のことを考えてる先生方いっぱいいるんですけど、世界のことを考えてる先生っていうのは残念ながらあまり、出会わない。私もそんな世界のことは考えておりませんので、だから そういう意味でかなり意識が、まあ、アメリカ人、まあ、英語っていうのもあって、まあ、一つ世界での一番の超大国っていうこともあってですね、そういう意識感義務感っていう、まあ、日本っていうのはどうやっていったらいいんだろうっていうのはまたそれなりに難しい問題だと思います。で、まあ、プロジェクトとしての問題点を挙げますとですね、まあ最初の50は楽だったんです。それなぜかというと、先進的な先生がおられてですね、こういうことに興味を持っておられる先生がおられるわけですよね。でそういう先生方が言うたらすぐ、ああそれはいいことですねって言って出していただけるわけですね。でまあ総長に50個ぐらい3年間であげますって言って、ああ50ですかいいですねっておっしゃっていただいて、それで安心して引き受けたんですけど、50ぐらいはまあ楽、まあ兄弟いくつ講義あるかっていうのを実は数えてないんですが、ざっと5000ぐらいあるんじゃないかと思います。もうちょっと多いかもしれない、まあ 1% 程度ようやく集まったんです。で、これは電気製品でも何でも市場調査するとですね、最後の3割、まあもっと言うと5割超えるとかなり勝手に普及するというモードに入るわけですけど、結局そこの間の、まあこれ何でもそうなんですが、ゲームでも爆発的にヒットするとき、最初はですね、ゲームメーカーも言ってますが、どんな製品を出しても売れる、ある程度は売れる、それはもう本当に、そのマニアみたいな人がいてですね、ある程度は売れると。でそこからこう上がるかどうかがゲームの質なんだね。でそれが30、40と売れた瞬間にブワーッと広がっていくという話。だからこの我々もですね、まずここまでは楽で、ここからまあ、30、50ぐらい、残り30、50ぐらいになるまで行けばまた楽、こう真ん中辺のここの坂が上がれるかっていうのは多分正念場だろうというふうに思ってまして、まあ3年間のテストプロジェクトって言ってよく言ったもんだと思ってますけども、それでまあこれからやる人は大変なんじゃないかというようなことを思ったりして、本当にこれからが大変だと思います。で、それをですね、総長にもですね、別にお金もらおうと思って説明したわけじゃなくてですね、実は世の中一般にはこんな話なんで、今一応この辺まで来ましたけど、これから大変だと思いますという話をしたら、
どうしたらいいですかって言われ、お金があげたらいいですかって言われ、いや、そういうこと言ってんじゃないんですけど、まあお金はあるよりないより、あ、ないよりもある方がマシですねというような言い方をしたらですね、なんと今年、総長裁量経費っていうのをいただいてですね、でまあそれでもって、先生方にちょっとお金を配ってでもして集めてくださいということで、今年はプラスアルファのですね、最初に書いてましたが、あのプラスアルファの1800万円というのをいただいてですね、これをどう使って教材を集めるんだということを、今考えている。それで、教材募集というあのチラシを作ってですね、学内に今宣伝を いたしております。まあこんなことを考えてやっているということで、まあこれは手順なんですが、あのやはり内部と外部っていうのを分ける必要があろうということで、その学内でのみ使えるような、あ、こういうオープンコースウェアみたいな話もあっていいんじゃないか、その必ずしも全て全部公開じゃなくてですね、学内限定公開みたいな話があってもいいんじゃないかっていうふうに思いますので、そういう意味でですね、学内にもっと先生方が自分たちでいろいろと挙げてですね、そういうことをやっています。オープンコースウェアチームとしては、その学内用に上がっている中からですね、著作権処理が楽だとか面白そうな教材をピックアップして順番に外への公開に持っていくと、こういう形にできたらですね、すごくこうあの効率的に動けるなというふうに思ってましてですね、特にあの理科系の先生方も自分でですね、かなりウェブにいろいろと情報を上げられますので、そういうことをうまくサポートするようなシステムを作って、でその中でオープンコースウェアっていうのを位置づけて考えていくというのは一つの手ではないかというふうに、まあ、考えて、こんな手順を考えています。それで、まあ、これ皆さん訪れていただいたことがある人たちばかりだと思うんですが、京大のオープンコースウェアのホームページっていうのは ocw.kyo.ac.jp ということで、この辺の言葉も総長が書いていただきまして、この辺のですね、大道三則というのは、これは今副学長の横山敏夫先生、事務系の横山先生がですね、京大の理念というのは分かりにくくて仕方がないから僕が書いてあげると書いて、なんかあの書いていただいたことがありました。まで好きなのでですね、これをぜひ載せさせてくださいというので載せさせていただいた。またこれを英語でまで訳してもらってですね訳したのは、アルバイトの、外国人の子が訳したんですが、 これはちょっと英語で訳してもなかなかすごくわからない、すごくいい言葉だと思って、これを載せさせてもらいました。まあ、こういうのが、まあ、ある意味一つの京都大学の理念のうまくいった言い方かなと思って、気に入ってます。でこの下に書いたのはわざわざオープンコースウェアにそれをこじつけたというような形で書いておりますので、ぜひこの辺も見ていただけたらと思います。それで今あのこれ見ていただいたら分かりますが、文学部、教育学部、法学部、経済学部、理学部、この辺載ってなくてですね、やはり理科系が多いということで、例えばどこが面白い、農学部とか、造園実習、やはりあのシラバスとか、これシラバスなんですけど、これもですね、工学部はシラバスのシステムがあって、それと連携した方がいいんじゃないかっていう話で、このスケジュールもですね、 MIT は何月何日って書いてますけど、もうそれなら毎年更新しなきゃいけないというので、我々は13回あるとして第1回目はこんなことをしてますというような形で、まあ、こんな形でスケジュールを載せて、それで講義ノートっていう先はですね、大体もう PDF という形で載せています。で、まあ、あの第1回目こんなことをしてっていうような話が書いてあってですね、いろいろこういう形でできるということで、ホームへ戻る、あら、農学部へ戻らへんやん戻らへんやんという、まあ、あの形で今ページを運営しているというところです。で、この担当教員は何が出てくるの、この辺もですね、ちゃんとあの先生のホームページにリンクを貼りましょうとか、
そういうことで、先生方にもですね、この教材から自分の研究のところへ来てくれる学生だとか、そういうことをどんどん、進めていくということをしたい。例えば医学部で、はこの臓器移植っていうこういうまあね、これものすごく面白い資料です。ここに講義ビデオとかいうのも載ってましてですね、こういう講義ビデオも載ってるということで、我々もビデオをちょっとずつ載せようかというような話をしてます。で、まあ、こういうふうなことを現在やっているっていう状態です。で、まあ、相川先生のところの、写真なんです。やはりこう人の中身というか、そのいろいろと我々見てても面白いなというようなところありますが、決して勉強にはならない、面白いなというところでですね、何が書いてあるか分かんないけど、こんな雰囲気で講義されてるんだというのはすごくよく分かって面白いです。で、まあポッドキャスティングしましょうというようなことを土佐先生いろいろと活動していただいてですね、 PDF ファイルだけでは理解しにくいことがあるので、ほとんどの学生が iPod を持ってるんで、できたらポッドキャスティングで講義の映像を送りましょうっていうので、やろうとしてます。ただあまりこれをやるとちょっとこう OCW がメディアから教育へ行ってしまうというようなところがあってですね、本当にそのあたりちゃんと議論してからないといけないんじゃないかなというふうなことを思ってます。これはクローンヒラメなんかの話だとか、こういう農学部の話も、それでアクセス状況は MIT と比べましてまだ50分の1ぐらい、訪問者数というのは先ほどの MIT の宮川先生と同じ基準で数えてます。で、これはMIT 側からの要請でして、MIT にですね、毎年これを毎月報告しております。今年はどんだけありました、今月はどんだけアクセスされましたか、MIT の方でそれを集計していただいてですね、世界全体で OCW のアクセスどんだけだったんだというようなことをやってる。で、確かにですね、これも減らないですね。なぜ減らないかというのを絶対解明しなきゃいけないですが、確かに単調増加です。で、なんかイベントすれば増えるっていうのも確かにその通りでですね、またこんなんがあったらまた増えてほしいんですけど、そういう形でですね、こうイベントをすると、その時来ていただいた方中心に口コミで広がるかなんか、広がってもその時だけでまた落ちるのちゃうかと思うんですが、それが落ちずになぜかっていうのはちょっと考えていきたいなと思いますが、一応今のところ2万3000件ぐらいということで、これ毎年ですね、毎月どんな形で、増えたり減ったりはしてるんですが、大体そんな形で増えとる。で、国別、インターネットの IP からいった国別でいきますと、やはり日本が 56% ということですね。で、あとはアメリカのコマーシャルというか、MIT とのリンクがありますので、そんなことも含めて、そちらから来ているアクセスだとか、京大のオープンコースの中で英語になっているのは50のうちの多分6つぐらいだったと。で、一応ですね、先ほどのこれでもイングリッシュというのがありまして、このイングリッシュに行くとですね、一応あります。で、一応あるし、例えばメディスンだと載ってるので行きますと、コースとしてはこの江川先生は実はこれは、講義が英語だったかな、何回か英語で書かれてるっていうのだけがこんな形に載ってましてですね、で、一応コースホームとかですね、こういうホームページだけは全ての教材に英語をつけてます。で、したがってここまでしか見れない、本当の教材は見れないけれども、こんな講義あるよっていうようなあたり、あるいは京都大学が出してます、国際交流が出している京大ブレッティンっていうのがあるんですが、それを持ってきて学部紹介だとかですね、こういう、どんなコースがありますかとかいうような、こんな情報は挙げてます。したがって虚しく変えるということは
海外の人が来られた時に虚しくですね、何もないからって帰ることはないようにしようって土佐先生が一生懸命頑張っていただいて、兄弟がフォーマルに出している英語の情報を全部ここに載せました。だからなんか来てもらったからには兄弟の宣伝を見てから帰ってもらおうというようなストラテジーでですね、一応英語の教材はないけれども、まあシラバスぐらいは少なくとも載せようという努力をしています、というようなことをしているということで、まあ、あの海外からのアクセスもある程度は、あるということです。それで先ほど の、 あの宮川先生のお話で JOCW というのがありましてですね、これはコアっていうので、JOCW というのは、まあ、あの OCW の連絡会として発足したんですが、この前の京都の国際会議をした時にですね、OCW コンソーシアムとしましょうということで、OCW コンソーシアムとしまして、今あの会則を固めてですね、要するに、オープンコースやりたい大学が入ってこれるように、入ってきたら何がメリットあるんですかという議論をしているんですが、入ってきていただくと、まあ、今まで先行している大学がいろいろ貯めたノウハウをですね、できるだけお出しいたしましょう。別に会費がいるわけではないんですが、とりあえずお出しいたしましょう。できるだけ皆さんでオープンコースをやれるようにというようなことを思っておりまして、まあ入っていただくとですね、それぞれ近隣の大学、多分これ地域性というのが出てくると思いますが、関西の前の大学は、まあ、多分京都大学の方から理科あのこの利用ルールだとかですね、著作権譲渡ルールだとか、そんなものを多分あの公開できると思う、お渡しできると思う。まあそれに倣ってですね、皆さんのところでそういうルール作りをしていただいて、まあできるだけオープンコースやたくさんあげてくださいと、まあ、10個以上あげたら JOCW というホームページがあるんですが、その話をしなきゃいけないんですが、で、まあ、その10個以上あげてもらったらリンクを貼りましょうというような話をしています。それでやはり日本の大学は、先ほど宮川先生からありましたようにですね、国際ランキングがかなり低い、京都大学もかなり低いということで、これはいつだったっけな、トップ2000というので見ると東京大学は16位でやっと入っているというような感じですね。まだこの辺では、京都大学もっと下だったと思いますが、そういう形で、知られてないと。それはやはり情報提供が日本語が中心であるということももちろんそうなんですが、やはりもっと今後英語で情報提供していかないとこれは上がらないと思います。まあ、あの最近はですね、インターネットも英語一色からですね、先ほど先生も言いました中国語、日本語、スペイン、ポルトガル語とかどんどん流行ってますので、そういう意味ではオープンコースやなんかをそういう国で訳していただいてですね、知名度を上げていくというのも一つの手じゃないかというふうに思ってます。で、まあ、MIT は2番にこの時は上がってますね、ケンブリッジ、オックスフォード、スタンフォード、こういうふうな形で、まあランクされてる。それでまあ、まあこの辺も経緯はやめときましてですね、これが日本 OCW の連絡会というのを作って合同記者会見しました。これ大体総長出てきてもらってるんですが、この時大池総長都合が悪くて東山先生に出てきていただいて、こういう形で会見をさせていただきました。宮川先生この辺に座ってるんだよで、それでですね、まあ、あのその後これ京都でコンソーシアムした時の新聞記事が載ったりですねして、まあ、あの参加大学20になるでしょうという、まあ、これくらい打診がありますというような話なんですが、まあ、こんな形で増えていってるということで、これは日本全体で英語がどんだけあるかっていう話ですけど、まあやはり日本語がかなり多くってですね、英語もそれについてボツボツ出てきてるということで、まあこういう形でやる方がですね、活動としてはやりやすいということで、日本語でも国内のコミュニケーションという意味で、その中でいいのをどんどん海外に出していくという、こういう形が必要じゃないかと思います。それでまあこれ日本全体の訪問者数なんですが、これは発表した時一旦下がって、それからずっと上がって、これは東大のポッドキャスティングだったっけ、ということで、それじゃあ、
京大だけじゃなくて日本全体のアクセス、日本 JOCW、 日本の OCW のアクセスに対してどのくらいの割合でどこから来てるんだろうって言うと、日本が 57%、 ここはアンノーンって書かれてます。ネットワーク系っていうか、まあ、IP アドレスでネットってついてるところですね。でアメリカの教育系っていうのは 2%、 台湾、イギリスなんかそのあたりから来てるということです。でまあこれは海外のアクセスをもう一度細かく見ますと、まあオーストラリア、シンガポール、ドイツ、カナダ、タイ、ブラジル、トルコ、メキシコ、まあちょっとではありますがいろんなところからやはり見に来てくれてるということが分かります。これ日本全体です。